はい、本日ですね、30年選手、歴史に刻まれた名品、未だ現役、むしろ定番のアイテムということでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、2023年現在ですね、もう30年前から販売され続けてるアイテムっていうのが結構あるんですよ。で、僕が持ってる中でもですね、結構ありましたんで、もうそれをザザザと紹介していきたいなと思います。まずはですね、1989年に発売されたアイテムというとですね、僕と同い年のこちら、ノースフェイスデナリジャケットっていうこのフリースなんですけど、これ実は1989年から発売されてます。ちなみに僕と同い年の34歳、今年4歳になるわけなんですけども、まあ一回着てみましょう。これ見てください、34年も前からこれ出てて、僕赤ちゃんの時からはあるわけなんですよ。そんな赤ちゃんが34歳のおっさんになってもまだこれ着てるっていうのがね、すごいなと思うじゃないですか。でまあ今日今回出すのでね、それよりまだまだ古いのとかもありますし、それぐらい同じぐらい古いのとかもあるんでね、次々行きたいなと思うんですけども、次は何かというとですね、同じくノースフェイスなんですけど、これはちょっとね、番外編地で番外編早速2つ目にして番外編なんやけども、まあ何かっていうとね、レイジープルオーバーっていうかレイジージャケットっていうことで、これ1991年のノースフェイスで出てたアイテムなんですよ。それが復刻されたんで、まあこれに関しては定番品としてずっと出てるわけじゃないから、まあ邪道っちゃ邪道なんですけども、まあでもね、数々のアイテムが廃盤になってる中、まあ復刻、限定でも復刻してるっていうのはまあすごいじゃないですか。でまあインパクト僕らの中でも結構やっぱありましたしね、2019年かななんかに出て、そっからもう出てないんですけども、まあ非常にインパクトのあったジャケットじゃないかなと思います。はい、とまあこちらのジャケットですね、まあ確かにこうレトロな感じもありますし、これまあカラー的にはどっちかってパーソナルカラーでいうと、この春の人がね似合うようなもうカラーリングですね。サイドがめっちゃ高くて、もう華やかな印象で元気な雰囲気が出るんですけど、まあ、僕ちょっと秋やからどっちかというと僕はこっちの方が色味的には合いやすいんやけど、まあこういった派手な色もね、まあ無理ではないけども、まあいけんちゃうかなっていう感じがレイジでしたね。そして次のですね、30年選手っていうのがですね、やっぱり僕といえばあれですよね、こちらゾン、ノースフェイスマウンテンジャケットという、もうド定番のマウンテンジャケットでございます。これなんとですね、いつから発売してるかと言いますと、1985年ということで、およそ40年近く前から発売されているモデルになっておりまして、このマウンテンライトジャケットは今回30年選手に出てきませんっていうのも、これ1994年なんですよ。だからまずこっちが1985年に出て、だいたい10年ぐらい経ってからこのライトバージョン、軽量バージョンっていうのが出たんで、今回これ出ませんけども、これはね、僕普段から皆さんによく言わせてもらってるんやけども、とにかく悩むなと、とにかく買えと、これに関してはもう悩む必要ないから買えって言ってるんやけども、連絡いただきます、これってでも冬行けますかとか、寒くないとか、あったかいとか聞かれる、もうそんなことどうでもいいから、とにかく買えっていうぐらいね、これはもう完成されたジャケットです。だからこれは1985年からもう形を変えずという感じでね、やってるんかなと思いますけども、人気のジャケットでしたね。ちなみにね、ラオジャケットって僕言ってるけども、どうやらベトナムの方でなんかすごい北斗が打てる台があるらしくて、なんやったらね、スロットって1メダル20円じゃないですか、じゃなくてね、1メダル1000円とかでできるっていうね、その違法カジノみたいなところがベトナムにあるらしいんですよ。だからそれね、もし北斗の拳お好きな方いらっしゃったら、ベトナムまで遠征してね、ギャンブルするのも面白いんちゃうかなということで、その際はぜひこれを、着ていっていただけたらなっていうラオジャケットでしたね。で次がですね、ノースフェイス、同じくノースフェイスなんですけど、次はダウンジャケットですね。1970年というノースフェイスの初期から出てますけども、こちらキャンプシェラショートというダウンジャケットになっております。まあ今年から若干仕様変わったんやけども、今シーズンからもうディティールとかはね、ほんまに変わってないんですよ。1970年から変わってないってすごないと思うけども、ほんまに変わってないっていうのがこのキャンプシェラショートです。まあ生地が変わったり、この中綿が変わったりはしてるけども、それでもなお発売され続けてる。確かノースフェイス1960何年やったっけ、ちょっと何年か忘れたけども、何年からか出てるっていう、その初期の方から出てるダウンジャケットなんですよ。まあこれがキャンプシェラショートと、で次もね、同じくダウンジャケットで、今年30周年を迎えたあれがありましたよね。そう、それがですね、こちらのヌプシジャケットというジャケットです。こちらも、30周年を迎えたっていうわけなんで、1992年かな、だから去年30周年迎えたってことなんですけども、真っ白結構なってるけどもね、まあこの真っ白が似合う方っていうのは冬の方ですね、パーソナルカラーで言うと冬の人はものすごい似合いますけど、僕は秋やから全く似合っておりませんけどもね、まあそういったことで、このヌプシに関してはもう完成されてますよね。これ以上のダウンってもうノースフェイス多分作られへんやろなっていうところまでもう作っちゃったのがもう30年前じゃないですか。それ以降いろいろ出してはいてるけども、多分最高に仕上がってるのって多分このヌプシがもう多分最後なんちゃうかなってね、思うような、ダウンかなと思います。っていうのも他のブランドとか見てもね、このモンクレールの前とか見ても、これまだ30周年経ってないけど、やっぱ形としてはこういうヌプシに近いような形になってるんですけどもね、仕上がってるダウンジャケットかなと思います。そして次がですね、パタゴニアからですね、1993年に出て、ちょうど今年で30周年というのが、このレトロ X というね、フリースジャケットになっております。
もう今でこそ GU、ユニクロそっくりなやつめっちゃ出しますけども、もともとはやっぱここですから。え、フリースやのに防風なんていう、もうわけわからん機能的なね、今でこそ当たり前なんやけども、それを作ったっていうのがもう30年前ですから。え、そんなことできんのって、さすがアウトドアブランドやな言うてたんが、このル・レトロ X っていうね、パタゴニアのジャケットになっておりますが、今年は30周年ということで、もしかしたらなんかカラーが面白くなってくるかもしれんし、別にそんな特に、面白みもなく普通に発売するかもしれないんですけども、まだそういった情報は一切入ってませんけどもね、今年がちょうど30周年というモデルになっていました、次同じくパタゴニアからなんですけども、やっぱり30年前から出てるやつってそれぞれ強いやつですね。そのブランドからでも強いやつで、パタゴニアはやっぱりフリースになりますね。フリース、こちらのねシンチラスナップティーというのがなんと1985年ということで、レトロ X よりもねもっと前から出てるフリースで、ほんまに形変わってないんですよね。まあ、クラシックといえば聞こえはいいんやけども、こうどっか古臭い感じっていうのが、こうまあえて着てますよ感が出るというかね、まあずっと定番のアイテムかなと思います。まあ、カラーもいろんなカラー出てきたりするしね、まあ非常にいいんじゃないかなということですね。ちなみにこれは一応白じゃないんでね、オフホワイトみたいな色味、白はまあ中の T シャツなんやけども、まあ、オフホワイトみたいなこういう色味やから、どっちかって言ったら真っ白がね苦手なね、僕みたいなねオータムな秋の人でもね合いやすいようなカラーっていうのが結構このパタゴニアからは出てるかなと思います。でパタゴニアもね同じく30年出てるやつっていうのがねもう1点ありまして、何かっていうと、ちょっと今引っ越しで片付けちゃいましたけども、バギーズショーツね、これ僕何十着ってありますけど、これなんと1982年から出てるということで、最も古いねパタゴニアの名品って言っても過言じゃないんかなというふうには思ったりはしてます。でそれがやったらレトロ X のベストとかもあるんやけど、まだこれってね1997年からとかやから、まだ30年経ってないんですよ。だから一旦まあスルーはしたんですけども、そういったことがあったと。でそれ以外にやったらね、こっちに画像載せておきますけども、グレゴリーのリュックですね、デイパック26リットル、これも1977年から出てるモデルで、もう50年オーバーですね。すごいモデルですね。で次っていうのがバブアーですね。このモデルなんですけどもね、もうこれに関してはもう古いとかっていうレベルじゃない、もう1800年代とかからあるブランドなんで、まあ、古いのは当然なんですけども、このビデイル SL っていうモデルに対してでも、これがですね1980年ぴったりということなんで、まあ、このモデル自体は比較的そんなこのブランドの中で古い方ではないんですけど、それでもね40年オーバーしてる服ってすごないです。だからこの辺って全く言うたら30年前からもうずっと出続けてるよっていうアイテムなんやけど、特にこの辺は古臭さがね、思いっきり前面に出てますけども、まあこういったジャケットがあると。そして次はね、グレゴリーのボディバッグっていうのもあったりしてて、ティニーテールメイトっていうのが1987年からあったりだとか、あとウールリッチのねこちらのバッファローシャツですね、このバッファローチェックが生まれたこと自体は1850年なんですよ。だからもうちょっと異次元、もう何十年とかレベルじゃなくて、もう150年以上前からもうこの柄っていうのが出たっていうので、それがウールリッチが一番最初なんやけども、ジャケット自体はねこれ出てないんですけど、この柄ができたんがもう1850年やから、ちょっとこれはどういうカウントしていいかわからんねんけども、まあ、間違いなくね名品に入ってくるかなと思います。まあ、ちなみにこれはね合いそうな着方っていうと、まあ、僕みたいに秋のカラーとか、あと冬のカラーの人ですね、はちょっとモダンな印象があるので、多分バッチリ合うと思います。で春とかあと夏の人は多分合わないですね、この色味はね。夏の人には全然合わへんと思いますけども、まあそういったカラーリングになってますので、まあ、1850年から、できたこちらのチェックシャツですね、チェックシャツの柄ですね。でその次っていうのが同じくウルリッチからこれですね、ニューアークティックパーカーということで、まあニューって新しいバージョンにアップデートはされたんやけども、これのまあベースとなったモデル自体は1972年からやから、まあ、これも60年ぐらい前から出てるってことで、じゃあ60年50年か50年ぐらい前から出てるってモデルで、こうずっとね、販売され続けてるモデルとなっております。ちなみにこういったダウンジャケットが出てきたっていうのは、おそらく1920年代30年代に初めてのダウンというジャケットが出てきて、それまでねダウンジャケットはなかったんですけども、まあ、ただダウンジャケットもね歴史的にはまだ100年ぐらいというね浅いものではあるんですけどもね、まあ、僕らからしたらもう定番化されてるダウンと。で次がですね、このマーモットのダウンジャケットも意外とこれ長いんですよ。でこれがいつなんかっていうとですね、1990年代にリリースされてるということなんで、まあ多少のリメイクはあるんやけども、ダウンセータージャケットの特にこの赤色っていうのは、90年代から出てると。もしかしてねマーモットがお好きな方からしたらね、そうやって出てるでってかもしれんけども、僕全くチェックしなかったんでね、あそんな前から出てんねやということで、今回勉強になりました。で次はですね靴系なんですけども、靴系もちょっと持って上がってるの面倒くさいんで、ここで画像で紹介しますね。バンズのオーセンティック、これ1966年ということで、よくなんか66のなんかありますね、それがあったり、
で次がですね、ナイキのエアホース。これも僕ね、ジムで履くときはもう真っ白のエアホースで、外で履くときはゴアテックスの黒って決めてるんですけども、ジムのときはもう真っ白のゴアテックスを履いてね、やっております。で、まああとそれ以外にやったらね、エアジョーダンとかも1985年、ターミネーターもね1985年ということで、あ、スニーカーエアホース言ってなかったですね。1982年ということで、まあ、エアホースが発売されてからエアジョーダンとかターミネーターとかがね、発売されていったと。で、まあ、ジョーダンについてはね、あの当時白の靴しか履いてあかんのに、赤とね黒のバッシュ履いて罰金払いながら試合に出てたというのが有名やったりするんですけどもね、毎試合確か50万かなんか払ってるらしいですよ。毎試合50万も払ってたら10試合するだけで車買えるじゃないですか。僕にはそんな、経済力はありませんけども、最後しれっとこの羽織ってるのがこれルイスレザー。これも30年以上の選手モデルになっててですね、まあ、創業時代は1892年と、まあ、さっきのあのバブアーとか、ウールリッチとかあのあたりとまあ近いところになってくるんですけども、まあ、日本向けのルイスレザーが始まったっていうのは実は2001年から始まったらしいんやけども、それまではこう海外のこうなんかインポートセレクトでね持ってくることあっても、日本向けに大々的に始まったっていうのが2001年からということらしいんですけども、これもね人気のね、あのレザージャケットかなと思います。だいたいレザーっていうと、まあルイスかショットかってまず出てくると思うんですけどもね、ルイスやったらちょっとイギリスモデルっぽいから少し細めで着丈が長いっていう、まあ、ロックテイストな感じで、アメリカのショットっていうのはもうちょっと着丈が短くて横が大きいっていうね、こう、まあ、ハーレーとか乗るときとかやったらその丈いらないんですけど、イギリスのルイスレザーのバイクってまあこうなることが多いから丈がこう元々長くなってるっていうのがまああったりして、微妙な違いはあったりするんですけど、まあその辺はまあ好みかなと思いますけどもね、そういったことでこういった名品たちをねずらっと並べてみました。僕が持ってない中やったらね山ほどありますよ。まったまだあるんやけど、まあ、あくまで僕が持ってる中でやったらこの辺りがね30年選手ということになっておりましたんで、この辺りって逆に言うと今買っといても絶対まだ5年10年は続くじゃないですか。まあ知らんけどね。だからそう考えた時に、例えばフリース迷ってんねんなと、このパタゴニアのフリースと違うブランドのフリース迷ってんねんな、やけど5年後も着たいなってなったら、もうこのパタゴニアの方は確実に多分まだ残ると思うんですよ。でマウンテンジャケット買いたいな、もうノースフェイスのマウンテンジャケットと他のブランドのマウンテンジャケット迷ってんねんな、いやノースフェイスを買っとけばまた5年ぐらい続くじゃないですか。5年10年はまあ少なくとも続くやろうと、ともすれば何十年でまた続くかもしれんしね。そう考えた時にこう、まあ、名品っていうのはね、まあ、1回買っておけばこう長く使えるんじゃないかなっていうところがね、今回の調べで分かったということになっておりました。ということで本日ですね、30年選手のアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。